チケンノクよろしくお願いします皆さんありがとうございますえっとね代表取締役 CEO っていう肩書きも外れて自由になって今来ておりますはい一説によるとややニートっていう状態でございますけど、はいまあ楽しくやっていきたいと思いますけど、まあ、最初ちょっとあの今回コロナと経営っていうテーマで、まあ、どう対応するかとかいろいろな話もあったんですけど、まあ、なんか ま、どんな場にしたらいいのかなっていうより、まあ、ちょっと登壇者のみんなどんな場だったら気持ちいいかなっていうのを一言喋ってもらってからスタートしますか <laughs> やっぱり、ちょっと一言声出してからやった方が。 面白いね。なんかこう、場のテーマとしてはですね、僕の中では、登壇者が一番リラックスして喋れる場っていうのを、ちょっと作りたいなと思ってますんで、じゃあ、メラちゃんからいきますまず。うん。なんか、気楽そうだから。あの、ハマちゃん、あの、初対面なんですけど、ハマちゃんなんですけど、あの、ハマちゃんちょっと緊張してるって言ってたんで、ちょっと、あの、はい。まずメラちゃんから、私は今どんな気持ちかとか、どんな話したいかとか。気持ちいいですよ。何でもいいですちょっと一言、喋ってください。緊張してますかでも、あの、久しぶりに皆さんとお会い。 直接お会いできるっていうのがすごい楽しみだなっていうふうに思ってきました嬉しいですよね、うん、顔を見れてね、なんかやっぱり会うのいいですね、改めてそう思いました、<laughs> ありがとうございます、よろしくお願いします <laughs>、まあ、みんなマスクだから、誰が誰だか全然わかんないというのありますけど、ね、いいですね、じゃあ、安川ちょっと、はい、なんか言っえっと、そうですね、あのやっぱり G1U40 は1年で一番楽しみにしている日だったんで、あ<ー>あのこうやって開催できて、本当に嬉しいです。うん、そう 安倉はだってもうね、絶対来ないと思ってた俺は。俺。オンライン参加、一人オンライン参加かなと思って。いや、アンダーフォーティだって、もうずっと、会見賞ですよ。大好きですよ。会見賞ですよ。好きでしょうがない。言葉が好きでしょうがない。嬉しいんだね。ええ。嬉しくてしょうがない。いいですね。わかりました。はい、どうぞ。じゃ、浜ちゃん、どうですか。こんにちは。スマートニュースの浜本と申します。よろしくお願いします。えっと、スマートニュースは。コロナウイルスの、あの、情報。を まあユーザーの方に届ける大事な責任を負っているので、うん、まあその,あの取り組みをどういうふうにしているのかということを、うん、それからあの会社の中であの、うん、どんな取り組みをしているのかとか、うん、あるいはまあ個人的に感じていることなんかもぜひ、うん、お話したいなと思ってます、うんいうん、緊張感どうですかすごく緊張しますか <laughs> <laughs> 緊張します皆さん優しくねお願いしますねありがとうございます <laughs> はいじゃ最初じゃ軽くなんかそのコロナでまあ皆さんこのお三方それぞれコロナに関して、まあ、いろんな活動を をまあ、いろんんな形ででされてるんで、まあ、どんな活動をちょっとし,てしたかっていうことと、まあ、それに合わせて、まあ、あのどういうことに気づいたりとかなんかその多分コロナってあのどんな人でもちょっとやっぱ価値観とか見方世界の見方も変わってきてると思うんで、まあ、経営に関してとか何か喋ってもらいたいなと思うんですけど。 なんか安ネがなんとなく最初喋りたそうなんではい、なんかちょっと多分ウキウキしてるよねいやもう <laughs> ちゃんとテンションが高いから喋<う>らしてって顔してたから今いやあのそうですね、はいえっと、コロナでいうとあの1個ですね4月の中旬ぐらいに突然電話が1本かかってきて「<う>えー、安ネちょっとトラックたくさん出してくれ300台出してくれない?」っていう。 ただでって<だ>で、<laughs> いうオーダーが、あの、溝口っていう、あの、まあご存知、フィンク、あの、元ピンクの溝 <laughs> <laughs> 口さんから、<laughs> はい、連絡が来て、 ええっっと、と最初ちょ考たんですよあのうちも売り上げこの前決算出したんですけどえっと、売り上げが3割ぐらいああのま印刷ってもイベントがないし皆さんも名刺交換もしないじゃないですかすごい影響を受けてていやきついなそれって思ったんですけどあのちょっと思ってでもまあ面白そうだしいいかなと思って分かったってでそのまあ個人でお金をそれ出す形であの経営陣巻き込んで1回やってみたんですね。 あのー、まあ、1.5億円レディフォーで集めたイベントで、うん、で、うん、その200万枚のマスクをえ購入して、4月一番マスク足りない時に病院に送るっていうのの、えっと、そこのえ病院にマスクを送り届けるプロジェクトをやったんですよね。で、最初そういうちょっと、あの、計算をしたりとかいろいろあったんですけど、やってみて、 あの本当にえっと病院がまずい状態の中でえっと救うことができたっていうのとそれに関わった社員がものすごい嬉しそうだったのと,えっとあとドライバーさんがあ,のまあ,ある種リスクを抱えながらあの病院にマスクを運ぶっていった時にものすごいたくさん応募をいただいて何かやりたいっていう思いをみんなが持っている。ただ,ただ,ただ あのその場が実はあんまりないこうやって外に出ちゃダメって言われて、うん、場がない中で何か動いた時に世の中結構変わるんだってでみんなハッピーになるんだっていうのがすごいきっかけになってでそれからその時に思ったのがこのコロナで大変な状況になったとでなんとかしたいって思ってるけど実は動いてる人ってそんなに多くなくて何か動くとあの世の中変えることができるんだっていうのを溝口に教えてもらって。 で、実はその2週間後ぐらいに僕の地元の富山県がうん、うん、 あのコロナの感染率、致死率が全国第2位10万人あたりでいうとそういうあの非常にまずい状態になったのでリーダーシップを行政がうまく取れてなかったところにじゃあ,あの何か自分たちでやろうっていうのであのメラちゃんに電話をして、うんえー、チームを組んでクラウドファンディング立ち上げて累計で実はネイ、あのーまあ、リフォー4で3000万弱県直接で7000万弱累計1億円ぐらいの資金が集まって。うんうん で、えー、結構その、お金が集まるだけじゃなくて、そのお金をどう使っていくか、うん、あの、医療従事者の方に、うん、えー、給与下がるみたいな状況、うん、あの、報道あったと思うんですけど、うん、そこに県として補助を出していくとか、うん、いろんなあの、取り組みができて、うん、えー、富山県の課題とかも見えてきて、いろんな広がりが、あの、出始める、えー、プロジェクトになっていって、 で結構そのコロナの中で、うんえー、これまであの,の既存の秩序が一気にガラガラガラっとワークしない中で、うん、自分たちが動いていくと新しい世の中の枠組み作れるんだっていうのを思って、まあ、その他にもなんかプロジェクトがそう思うとポコ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 立ち上がり始めて会社でも外でも、えーうん、で結構そういういろんな取り組み今やっていてコロナはそういうなんか世の中が変わるきっかけにリーダーシップのバトンタッチのタイミングになったの かなっていうのを思ってますね。面白いね。でもなんかあのちょっと今すごいなと思ったことでいくと、まずその売上が何すごい下がってるわけじゃん。安金のところはでさ。その時にさ目の前のことやんなきゃいけないのにさ。その何溝口からさ <laughs> 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 やってよみたいな感じで言われてさまあ、ややったわけじゃん。そこって葛藤なかったんですか？その自分の中で要はその例えばメンバーの人たちも目の前がその急下がりしてる時に。 経営者でまずここ何とかしてから次行こうよっていう基本考え方になりやすいじゃないですかでもそうなんなかったわけでしょ先々週決算を出して、うん、そこで月次の売り上げ開示したんですね、うん、2>, 2月の売り上げが、えー、なすに20億円でしたで、うん、4月の売り上げが14億円でした、うん、6億円下がってます普通だったらここ2 3 0パー伸びてるんで、うん、あのなんで年間に直すとそれこそ70億から100億ぐらい売り上げが下がったんですけど、うんうんうん あの実は利益を出すことができてあの利益が2月マイナス1.3億円だったときから4月に3000万円の黒字になってて、うん、もうとにかく会社はコストコスト絞って、うんえー、固定費下げて変動費、うん、あの抑えてっていうのをやりきって会社としては結構いい、うん、あの決算を出すことができてでただ個人的にはやっぱりあのこう広げる側ファウンダーってあの、うん 想像力力と実行じゃないですかでもあの係数管理とあの絞っていくみたいなのってすごいちょっと個人的に辛くて俺チームがうまくそれをやってくれたからこそあのそうじゃないところに時間俺これできないなと思って手放したてたじゃあ数字あんま見てなかったんだもう数字は見てた数字は見てたけど数字は見てた数字は見てた数字は見てて。 あ,のもうあれみたいな感じじゃなかったもうセルバイセルでこのサウス削れとかこ,のこれいらない<ー>この両託削れみたいなのがスラック上でパーっと流れてて、うん、いやあ俺ちょっとこの中に入れないなと思ってそれもすごくない普通さ経営者が人道に立つべき議論、うん、理論っていうかねまあそこはむしろ手放すなんだね安川年の中では。あのやっぱ まあ、おかげさまでいいチームができてて、うんえー、得意なメンバーがいたので,、うん、で自分がそれが得意じゃないって分かってるんで、うん、もう入らないようにしよう多分唯一できるのは口出ししないことっていう、うん、それだけに決しましたね,あねでも自律的に動いてくれたっていうそうですねでメンバーの人たちはちなみに今さそういうちょっとシビアな状況の人たちもすごいいると思うんだよねそ会社で言ったらっていう中で まあそのとはいえこうコスト削減したりとか、うん、まあわかんないけどリストラとかもしたのかなそこもしてないえっとね、うん、正社員とかあの、うん、正社員契約社員は手付けてないですね、うんうん、その他の部分はえっとちょっと業務委託とかは、うん、えー、ちょっと終了一部させて雰囲気とかどんな感じなんですかえっとます、あ、これがですねフルリモートなんで雰囲気がわかんないっていうこれが結構大変 <laughs> もういい <laughs> ただストレスはかかってるだでだからこそ結構会社の中でストレスを一回かけたので、うんうん、この逆 逆にこういういマスクの配送とか世の中を良くするためのその大義を持った取り組みってあの結構大事だったんですよねでもなんか要は痛みがある時に痛みだけに目が向くとすごい辛いけどでもこの痛みがあるけどその上で俺たちこういうことも世の中にやってるっていうのが、まあ、これバランスとかじゃなくてそうそう痛みの理由が。 もう少しみんなのチームのメンバーとかに理解されるから少しその雰囲気とかも含めてポジティブなったう役割分担は明確にあって筋肉質にするっていう役割とビジョン社会的なプラットフォームは社会をよりよくする意義が義務があるっていう話をずっとしてだから我々はこのタイミングにおいて自分たちで考えて世の中をよくするアクションを打っていくべきだっていうのをひたすら語り続けることができたんでそういう意味だと。 なななんかかかそのやっっってて良良たたととしてもかったなと思います、ね、でも本当コロナ期でなんかこう結構分かれてきてる感じがするねその経営のスタイルとかあと経営者の人たちの,そのまあ顔色も含めて、うん、雰囲気というかその組織のなんかどっちに行くんだっけみたいなやつよりクリアになる人もいればなんかすごくこう迷っちゃう人もいるっていうのはなんか分かれてきてる感覚があるなと思いますけど、うんうん、じゃあメラちゃん行きます順番的にね メラ、はいうん、ちゃんはじゃあちょっと今どういう活動をいろいろしてるのかっていうのと、うん、まあ安金のことを受けて何か言いたいことあったらそれ喋ってもらってもいいですかいや、はい、めっちゃいい話だ。はい、<laughs> すごい聞き入ってたんですけど、うん、私たちはあの2月の末に、うんあのー、政府からイベント自粛を、うん あののまあ、要請が出たじゃないですか、うん、でそれまでは、まあ、コロナあの、まあ、中国とかでまあどんどん大変になっているけど、うん、まあ日本はダイヤモンド・プリンセスの、うん、まあちょっと離れたところで起こっていることみたいなふうに見てたけど一つの事業に対して自粛っていう、うん、あの声が出た時にあこれ結構いろんな産業がダメージが来るんだろうなっていうふうにまず思いました。ややっっぱりフてていてあの本当にに必要なところにお金を流す っていうところを、まあ、ずっと会社で、まあ、ミッションに掲げてあのずっとやってきたのであのこのコロナでそういったまあ産業のダメージだったりとか、えー、本当に挑戦したい人たちが挑戦できない状況っていうのが生まれるだろうということを思った時に、まあ、これは自分たちがすぐにあの動くべきことだなっていうふうには結構早く決断できたかなと思っていて、まあ、それでそのイベント自粛の、えっとまあ、ダメージを受けたそのイベントの事業者の方とか、まあ、そういった方々にえっとサービスの手数料を無料 ようにして、えっと使ってもらっていいですよ。っていうことをま2月の末にした出しました。うん、で、それ自体本当にゲージでなんか30分くらい喋って、うん、で。まあこれや,やりたいよね。ってなって<ー>で cto があの主導してバーっと作ってくれて 2> <ー>で2日間ぐらいで出したんですけど、うん、そしたらすごい。それが話題になって。うん あの本当にこういう取り組みをしてくれてよかったみたいなそのイベントに行けた人とかイベントをあの自粛して大変な思いをした方とかが声をくれたんですよね。でその時にあこれあの 何ですかね、必要とされてることってやれたなっていう感じができてそれが2月の末だったっていうのがすごく大きかったと思います、うん、でもうそれであこれからはもうともかく皆さんが困って必要だということに対してもうあらゆることに応えていこうっていうのをもう3月の頭ぐらいから全社に投げて、うん、でメンバーからもあのいろんな声をもらってこういう例えば飲食店がこういう状況だとか音楽家がこういう状況だとか医療従事者はこ,、うん、こういう状況だとかって みんなからヒアリングするのと、あとまあ経営企画的な動きで、まあ、グローバルにも同じような動きが起こってると思うので海外でどういうことが起こっていて、まあ、どういうところにお金が必要とされるのかっていうのを全部データ出してで、えっと、どこから手をつけていけばいいかっていったところを結構決めました。 なんかあれだよね、うん、あのそのあまだ喋っていいよ。ちょっと今喋。いやこれ次質問しようかなとかなんかまだ喋り出そうだったから、お前もう一回もう一度喋ってじゃあ。はいでえっとで次にまあすごく大きくやったことが、うんはい、あの医療従事者の皆さんとかに対しての基金を立ち上げるっていうのをやって、うんうん、でえっとそれはまあ私たちがレディホとしてその結構災害時とかにサポートさせていただくことって今までもあったんですけど、うん、なんか体験としてお金を出したんだけどその先どこに いってるかかわらないみたいな体験が、まあ、やっぱり今まで問題だったと思っていて、まあ、それをどれだけスピーディーに透明性高くできるかっていうことを、まあ、これを機に徹底的にやろうっていうことを思ってそこにまたチームを作ってでとはいえコロナってその結構複雑というか難しいので、まあ、自分たちだけだとむずいよねって言ってで、えっと、クラスター対策班とかに入ってる先生たちとまあコネクションを作って、まあ、それでその人たちと一緒に基金立ち上げようって言って立ち上げてでもそれも,も1週間とかで。 やりましたで でそ,しそれで、まあ、そこからスタートしたら、まあ、やっぱりあのそういう医療従事者を応援したいみたいな声がどんどん広がって、うん、だからプロ野球の選手会の人たちとかがどんどんお金出したりとか応援してくれたり、うん、ここにいる企業家の皆さんも応援してくださったりとかっていうので、まあ、どんどんこうその応援の輪みたいなのがこう広がっていて、うん、だって1000件とか言ってたっけコロナ関連,でで、ね、関連の1000件ぐらいの意向で登録って何十億とかも、ねうん、伝いて。る まあ自分が気づいたこととしては、うん、やっぱりその最初のいい1本目の速さによってその後の意思決定、うん のスピード変わるなっていうふうに思ってて多分一番最初が一番難しいというかうん、うん、まさに、まあ、私たちはあんまり経営的にすごくダメージがなかったんですけどうん、うん、例えばダメージがある時にそれでもこの会社としてこれをやるかっていう意思決定がずるずる後ろに行けば行くほどいろんなことができなくなっちゃうんだろうなと思うのでなんか小さくても最初の一歩を早くスタートするっていうことがその後のいろんな会社の方向性を決めることになるんだろうなっていうのは確かにこう今回の経験で感じロナでね。 インフラ化したよねちょっとカットインして、うん、あの5月の2日に、うん 2> えー、富山でクラウドファンディングやりたいって村ちゃんにメッセージしてちょっと軽く電話したんですね、うん、で5月3日に立ち上がって5月8日にあのリリースされたんですよ、うん、であの可能だったら5月5日でもいけるって言われて、うん、で、あのー、本当に早かった。 早かったですそれもゴールデンウィーク真っただ中ですからねまあそうだよね急 <laughs> <laughs> い休日だよね <laughs> 完全に休休日中に全部あの終わってリリースができて,って<ー>このスピードすごいなと思いましたね、まあ、でも本当ゴールデンウィークはもう、うん あのーまあ、社員にとっても別にどこにも行けないし、うん、全然休むようなタイミングじゃないと思うので、うん、もう振り替えでいいよっていうのを全部<ー>結構早めに決めてましたね、うん、なんでガンガン働いてましたみんなでもなんかそれがすごいその最初の一歩出す時ののって難しいよなと思ってて要はその葛藤あるわけじゃないですかとはいえそのえっと、何手数料無料にしたりとかあとはなんかこう頭で考えるといろんなことが浮かんでくると思うんですけどなんか軽やかに決めて軽やかにやったって感じなのか 結構議論は紛糾したんですかね。 そうですね細かいところではもちろん経営陣がいろいろ考えがそれぞれあるっていう感じだと思うんですけどでも、やるっていうこと自体はやっぱり誰もそれはうちがやるべきだっていうのはみんな合意していたのでそこで両立どうするのとかどこまで出すのとかっていうのは細かくはあったんですけどそれはアクセルさんとかとちょっと近いかもしれなくてそこはあなた考えておいてみたいな感じで結構役割分担してなんとなく軽やかな2人ということですね。 <laughs> 雰囲気的にね、でもまたちょっと今のインサイド深いなと思うんですけどなんかその今までやってたやり方があってそれをそのまあコロナで手放すか手放さないかっていうまあ問いかけでもあるわけじゃないですかで全部手放したらいいっていうもんじゃないともちろん思うんだけど多分レディー・フォーとかまあ、かなりラ,スラクスルとかはなんかそのまあ俺たちはこれはやるよねっていうそのなんかこうやるやらないの,その捨てていいものとダメなものみたいなやつが。 多分その,その時に急にできたものじゃなくてもともとあったんだと思うんだよねそれがなんかもうより捨てることによって多分とんがってきて結果としてすごい突き抜けてきたっていうなんか面白い事例かなって思いますねじゃあちょっとハマちゃん、はい、どうですか緊張感ほぐれてきましたかはい頑張ります、えー、<laughs> 頑張りましょう <laughs> 先にスマートニュースの状況がどんな感じかっていうのをあの、うん、ご説明するとプロダクトとしては今日本とアメリカであの主に えー、出してるんですね、うん、でオフィスとしてはあの日本とあとアメリカ中国の3カ国に拠点があってで中国が、まあ、一番新しく、まあ、去年開設したんですけれどもあのその中国のメンバーからやっぱり今年早々に、まあ、かなり状況が深刻であるというような、まあえー、報告がですね、うん、あったのでこれはきっとあの、まあ、大変なことになるんじゃないかという、まあ、あの観測はあって。 で今あの、元ですね現代ビジネスの,あの編集長だった瀬尾勝さんっていう、うん、あの多分、グロービスでもおなじみの人だと思うんですけど <laughs>、えっと、その瀬尾さんがですねあの社内の、うんえー、メディア研究所って呼んでる組織の,あの、えー、所長をやってて、うん、でその非常時の、まあ、シンクタンク機能みたいなものを、まあ、担うミッションで、えーまあ、情報収集を結構やってくれたんですね。でその知見もあ んですけど結構スピーディーにあの対応することができたかなと思っていて、えー、と2月中にその、まあ、日本と,あとその後でアメリカでも追随したんですけれどもそのコロナウイルスのチャンネルを開設して各地の,あの、まあ、新規の感染者数あるいはその治癒数ですね、えーまあ、それを、ままあ、マップで表現したりとかあとはコロナウイルスに関するいろいろな、えー、ニュース記事を集約して。 ま表示するようなものを解説してで、これはすごく。あのユーザーさんには喜んでもらえてで、えー、あとですね。この取り組みは結構あのー、ま良、あ、かったなと思うのは50時間ぐらいで、あの全部作り切って、あのタスクフォースがあの結成されて、そこからが早かったんですね。うん,うんまあ、元々技術的にも結構、そのまあ、柔軟に。その時、その時のニーズに応じてまあ、必要な情報を。 こう集約してきたりとか、まあ、加工して表示したり、まあ、しやすくするための,あの仕組み作りをしてたんですけど、まあ、それが生きたという側面もあってで、まあ、そういった取り組み通じて感じたこととしては、まあ、やっぱり一つは、えー、そのアメリカアメリカで出しているそのコロナウイルスの あのまあ情報、うんえー、これがすごくやはりあのユーザーさんにまあ喜ばれていて、日本もそうなんですけれども、うん、相対的にやっぱりアメリカの状況っていうのはかなり深刻で、うん、今でもあの全然収束してないんですよね。うん、州にもよっているんですけど、まあ例えば今あのうちのオフィスがあるサンフランシスコ、あのあるいはそのカリフォルニア州っていうのは、うん、あのまだまだ。 こう新規感染が増え続けているような状況で、うん、でこういうその状況が本当にアメリカの場合だと、もう州によってとか、あのカウンティーによって違うので、うん、まあそれを全部あの地域別にこう出し分けて、うん、で表示しているのですごく喜ばれてるっていうところがあるんですね。うんうん、であとはやっぱりまあそもそものその会社のミッションとしてのあの良質な情報を必要な人に送り届けるっていうその。 まあ重要性っていうのをあの改めて感じているところではありますね。まあ、かなりあの会社のビジネス上はもちろん、決してえまあいいことでは全くなくてですね、あの打撃を受けているところもあるんですけど、そのユーザーさんに喜ばれているという意味では、今一番アメリカでも伸びてまして、のね、Android の,の Google プレイのランキングだと、アメリカでもあの無料アプリで 3位まで行、えー、iOS でも4位までいきまして、えー、なのであのその意味ではすごく、えーまあ、その頑張る今時なんじゃないかなっていうのは思ってますなんかその、まあ、コロナが来て結果としてこういうふうにその中でそのまあそのコロナをある種機会,機会としてオプチュニティとしてこう成功してったっていうかそのうまくまたそこでサービス出したわけだと思うんですけどなんかそのコロナ前からその会社経営とかで準備してて。 こういうことをやってたからこのタイミングですぐ早く動けたんだなとかもしくはなんかこういうことをやってたからコロナの中でも例えばみんながばらばらにならなくてしっかりできたんだなとか,なんかその今までやってきた当たり前の中で大事だったなとと思ううことありますかそうですかそでね、まあ、さっき言った技術的な意味での基盤を整えてたっていうのもあるんですけど、うんうん、あとはやっぱりその社内の、あのーまあ、統一感というか一体感を生み出すための取り組みが あのたまたまちょうどそのコロナの問題が起きるぐらいの段階で準備できてたっていうのは大きかったかなと思ってて、うん、というのもあのその日米中の, 3, 拠点の3カ国の拠点のメンバーが、うんまあ、今までももちろん物理的に離れてるわけですけれども、うん、あのさらにこうか完全リモートになっちゃったわけですよね、うん、で、えー、と今そのグローバルワンプロダクトのスローガンでも、うん、のづくりしてて。 例えばその中国のエンジニアとそのアメリカのエンジニアと日本のエンジニアがこう同じコードベースでこう開発するっていうスタイルを取ってるんですよ。でその時にやっぱりあの信頼感とかあとはまあミッションに対するアライメントとかすごく重要なわけですけどあのそれをフルリモートの環境だとなかなかまあ作りにくいというまあところもあってただちょうどその同じぐらいのタイミングでそのまあカルチャー グループっていうまあ社内組織を作ってその社内でまあミッションの大切さとかあとはその拠点間の,まあそのカルチャーのえーまあいい意味での,その多様性をあの認め合うみたいなそういうことをですねあのミッションにするえーチームを作ってまあそのチームは僕があの責任を持ってるんですけどで例えばあのまあそれまで全社集会って国ごとにやってたんですよ。 ただ、まあ、コロナでそもそもオフィスに来れなくなっちゃったっていうこともあってこの際にグローバル版の全車集会にしようということで機材のなんか、まあ、セットアップとかも結構頑張ってやって完全にみんながその、まあ、ライブストリームに乗ってきて番組を見てるような感じで全車、うんあのー、集会をちゃんとこう楽しめるみたいな。 まあそういう<ー>、まあ、場を作ってでこれは結構、あのーまあ、かなり良くなったですねあそうなんですクオリティが全然変わって、まあ、テレビ番組みたいな感じで本当に各国のいろんな、あのー、オフィスの異なる状況、うん、あなんかが、まあ、シェアされてうん、うん、それで、まあ、やっていることの意味とか、うんあのー、ミッションの大切さをちゃんと。 共感し合えるような、なそういう場を作れてるかなっていうのはだよりありなのかもしれないですねこれからそのまあリアルで会う時間も減ってくるわけじゃないですかなると、そこにどういう投資の仕方するかは結構レバレッジになるのかもしれないですねなんかこう、うん、そのつながりとかをどう作っていくのかっていうのはテーマとして、うん、そうですねなんか安スカ、ね、聞いててどうですか、二人の話僕ちょっと、うん、あの浜田さんに聞きたいことがあって 今回、えーコロ、アメリカの場合、コロナと選挙、トランプと、えー、人権、ブラック・ライブズ・マターとこれが一体化したわけじゃないですか。で、その中で、例えばツイッターはトランプのツイートに対して、あのこれはあの人権的に問題のあるツイートだとか、フェイスブックもそうでしたしあの、社内でスタンスを表明しないリスクっていうのがすごくあの出てきた。これまでででみたいにノンスタンススタ、えー、透明ですっていう ているとそれはもうあの悪であるっていう風潮になって踏み絵を踏まさあのリーダーシップを示さないことのリスクってすごい出てきてあのそういう中でメディアはすごい難しい立場に立たされたと思うんですけどスマートニュースのリーダーシップその方向性の提示の仕方って今回どういうふうになったんですかあのどうどう社内で変わっていきました、はい、そうですねあのまあ、ご存知のようにやっぱりそのシリコンバレーの企業というのは非常にリベラルな あのスタンスを持っていてで多分軒並みあの、まあ、その大企業のですねトップがあの社内外にステートメントを出したりとか、まあ、アクションを起こすということをやっていてあと、まあ、おっしゃるようにサイレンス・イズ・バイオレンスみたいな、えー、そういうことが言われてるんですよねで一方でやはりメディア企業としてはその,あの届ける情報の中立性とか公共性 えー、こういったものにもとても重きを置く必要があるので、まあ、今のところその会社として何かステートメントを出すということはあえてやっていないんですね。であとはやっぱりそのもうアメリカのメンバーの人たちは本当に自主的にいろいろ行動を起こしていてで社内でまあ勉強会を開いたりとかで、えーとまあ、そこでそのおすすめされてくるこういうあのとても勉強になる 映画がありますよとか、あのそういうものをまあ、日本のメンバーもシェアしてもらって見てたりするんですけど、まやっぱりかなりあのコンテキストがあるというか、まあ、昔から続いている問題なわけですよね。そのブラックライブズマター自体もあの今起きているとはいえ、うんえー、一応2013年ぐらいから、うん、まあずっと続いているあの問題であってで、その背景みたいなものをまずあの直接アメリカで えー、それを感じていない、あのーまあ、僕でありあるいはその鈴木健の CE CEO ですけど、まあ、そういうなんか日本の人間があのまずは謙虚に学ぶというか、うん、まあ理解するということが大事なんじゃないかなと思って、うん、まあその姿勢をちゃんと社内にもまあ表明して、うんうん、いこうというそういういい取り組み方をしてます分かってないことは学ぼうということですね。はい、リーダーダシップなんかやつか、ね、今のさ質問 押したその下下背景というかさ、うん、安金自身はさその今リーダーシップについての質問だったと思うんだけどその自分のリーダーシップとかに多分な気になることがもしかしたらあるのかもしくはコロナを経てなんかリーダーシップってこういうふうに変わってくるんじゃないかもしくは変えたいとか、うん、なんかあるのかなと思ったからちょっとどう質問での一つあのキーワーーワドがフォーマット開発 っていうフォーマット,フォーマット例えばビジネスたと教育のフォーマットでも、うん、みんな手探りじゃないですかこういうカンファレンスの在り方とかでも、うん、でも多分5年後はもう1つのフォーマットに決まってんじゃないかなと、うん、で<ー>その何か新しいフォーマットあのこれまで50年100年もしくはインターネット後の20年築、うん、かれてきたフォーマットっていうのがガラガラガラって全部崩れて、うん、で新しいフォーマットを作る、うん、エリック・シュミットが10年コロナによってデジタル化が進んだって言ってましたけど、うん、この10年あの その進化が突然やってきたんで、うん、我々今あたふたしてるんですけど、うん、新しいフォーマットを開発した人たちが次の時代を作っていくんじゃないかなっていうのが一つの,あのテーマとしてあって、うん、これまでずっとその50年前100年前の会社が作ってきたフォーマットがもう成り立たなくなったわけじゃないですか。なんで僕たちのの前には今すごいあの、うん ホワイトスペース、あの、これまでニッチだったところからメインストリームが空いたって思ってて、そこをどうくあの、見つけていくかの旅が始まったなっていうのがリーダーシップで、で、もう一つのリーダーシップの世界の変わり方が、やっぱりアメリカのコンテクスト、コロナショックって一言書いても、日本のコロナショックとアメリカのコロナショックと中国のコロナショックって、そこに入っているコンテクストが経済なのか、えっと、その、民主主義なのか、 もしくはデジタルガバメント中央なデジタルなのかいろんなコンテクストが国によって違っていてその国の分断っていうのがすごく大きく国ごとに全然違った課題を抱えていてこれまでみたいにグローバルっていうものがんかちょっと今変わったのかなと思っててビジネスだけじゃなくて政治においても え文化においても全てがなんか新しいフォーマットをこれから探していかないといけないって切り口があのグローバルベンチマークが効かない時代になってきてなんかまさにカオスになってその中で自分あの誰も答え見つけてないからあの自分の信じる未来とかがあの実は結構未来を本当に作っていける可能性があるなって思って。 リーダーダシップ、あのうん、特にクリエイティブ型のリーダーシップですよね、うんうん、がすごいこれからの時代を作っていくのかなっていうリーダーシップを今思ってますすごい共感するねなんか要は今までの,その決まった枠組みの中でそれをそれこそ基本的にどうハックするかっていうことが結構企業の成功っていうのもあったけどもうそもそも枠組みが崩れてるから想像するっていうそのクリエイティするっていうことの方がまあ大切だしまも、あ、しい未来が作れるかもしれないよねそっちの、まあ、こんだけ 垣根が崩れてきてきるから <laughs>、うん、そしたらなんかメラちゃんとか聞いててもしくはあ,のあと5分くらい全体討議に入りたいと思うんでなんかこうさっきの,その枠の外でやるとかもし枠自体を変えていくもしくはこんな未来がみんなで作れたらいいかもしれないし自分は作ってみたいとかもしそういうのがあったらぜひありがとうございます、うん、いや今の,あの松本さんの,あの、うん、フォーマットとか枠の話すごく面白いなと思っていてうん,、うん、なんか 私たちのクラウドファンディングをやっていて今回起こったのってまさになんかその枠,枠じゃないなんかプロジェクトみたいなのがすごいたくさん起こっていっていてでも今までのこう金融の仕組みってベースとしては金融機関がその会社の核を決めていてそれに対してお金を出すっていうことだったんですけどでも本当にインパクトのある活動ってそういう法人の歴史だったりとか今の資産だったりとか関係ないところで起こってくるのでそういう意味でも。 こう結構なくなってきてるんじゃないかなというふうには思っていてだからもっとすごく流動的ないろんなプロジェクトみたいなものにどうやってお金が流していけるかっていうところがなんか そこに対してどうやって評価をしていくのかっていったところがこ,うこれから目指していきたいことだなっていうのはちょっと湧くっていう話から聞いて改めて自分の中でも思いましたね。たうん、安ねあじゃあ順番にいこうかな一人ずつ最後。あじゃあ、ま、浜ちゃんいこうさっき。<笑><笑>とちょっと地味な話になっちゃうかもしれないんですけどやっぱり価値観が相当変わってるわけですよね。で例えば僕はあの面接をね あの、していて、うん、で、当然それまでは対面、あの、もう、あの、リアルであって面接していたものが全部、もうオンラインのミーティングベースの面接に変わるわけじゃないですか。で、そうすると、あの、それまでは、どちらかというと、 あのバーバルコミュニケーションじゃない部分、うん、あの表情とか、うん、まあどういう立ち振る舞いをするかみたいなところも含めて候補者をジャッジしようとしていて、うん、でその直感みたいなものこそが実は大事なんだみたいに思ってたわけですけど、うん、結論、今は別に Google ミートとか Zoom とかで面接して、うん、その表情の機微みたいなところが分からなかったとしても、うん、それで良いというふうに思ってるんです。な、うん、なぜなら、うん、あの 直感の,、うん、あの精度ってそんなに当てにならないはずなんですよ、うん、いわゆるそのシステム1っていう短絡的な判断を下すという、うん、その脳の成分が、うん、作用しているので、うん、結構バイアスがかかっている可能性があると。うん、なので今あの相当ですねあの面接の中でちゃんとその淡々とどういうふうに しかるべき質問をちゃんとして、うんえー、その事実をちゃんと収集して、うん、でいわゆるその構造化された面接ビヘビアルインタビューみたいな言い方をすると思うんですけどそれをあのやっていくかという、まあ、ことの大,大,大事さが上がっているというか何、まあ、て言うんですか、まあ、より本質的に価値があるものが何なのかっていうのを、うんえー、ちゃんと考える機会になってるんじゃないかなっていうのは。 思いますね。ねか当たり前にね、面接確かに僕もよく言ってましたよ。俺の長官が一番正しいって。<laughs> <laughs> <laughs> 見て5秒でわかるとか言ってる時代ありましたからね大体大体統計ドラマと外れてるんですよ俺、うん、すごいわかりやすいですよね <laughs> ありますありますわかりますじゃあ安倉ねちょっとあのこんな世界とかさっきの枠の中でもいいけどななあのなんかえー、っとこのエリック・シュミットの言ってた10あのコロナによってデジタル化が10年進んだっていうのが、えー、っと結構本質的だなと思ってて、うん、えっと進む方向はベクトルは実はあんまり変わってなくて、えー、っとなただそれが加速したんだと思うんですよね、うんうん、で でそのリーダーシップの在り方がすごく大きく変わっていくだろうなと思っていてこれまでってトラックレコードを積んで、うん、えっとしっかりとその今のコンテクストに合ったオーセンティックな、うん、あのもしくはあの 何か出てくるにしろステップが必要だっただけどあの実は世の中がそういう流れではなくてそのオーセンティックな人たちもこのままじゃまずいんじゃないか自分たちの持ってるルール、うん、自分たちのも作ってきたシステムって、うんえー 間違,っあの間違っているというか対応できないんじゃないかっていう不安を上の人こそあの今のえっと枠組みを作った人たちが一番不安に思ってきてそういった時に新しい枠組み新しい提示ができるなんかここはもうあのトラックレコードがない人でも実はすごいチャンスがあってあのこれからこういう世界が来る。 って言った時に、これまでだったらこいつってなんか変なやつがいるっていうすごいあの外外様だったし別に声は誰も聞かなかったんだけどあのメインストリームの人たちが今みんな不安になって未来が見えなくなった時に明確なビジョンを示すえ人が出てくるとこの人にあの。 のリーダーシップがすごく強く世の中を動かしていけるようになるんじゃないかなと思っていてなんかそのまさにアンダテ4 0のメンバーたちがこれからの時代ってこうだっていうのを強く指し示していくでそれが必ずしも今の世の中の文脈を踏襲しなくてもあの新しい世の中だ特にそのデジタルをベースとした新しい世の中の作り方っていうのはなんか示せるんじゃないかなと思っていてそういう意味でコロナは実は結構ワクワクしてますね確かにね。 まあなんかあのそれもさ昔だとさその 今の世界で成功してると言われている人たちが新しい世界を、まあ、ちょっとその潰しに来るじゃないけどっていう構造ってあったような気がするけどなんかコロナのおかげなのかちょっとその党派を超えてじゃないけどなんかみんなでこう手取り合えるっていう雰囲気も、まあ、少し出てきたのかもしれないですね。じゃあちょっと全体討議の時間なんで、えっと、全体討議に移りたいと思うんですけど何か質問もしくは、えっと、こういうこと話したいっていう人がある人は手を挙げていただいていかがでしょうか。 ね、あ、これあれか、そのチャット、チャットですね、チャットで、チャットで、チャットで、じゃなくてもいいんですよね。すみません。チャットも,もら、チャットでも、もらいつつ、あの、じゃあ、あ、お願いします。あ、どうも、クロスフィールズの小沼です。ああえっと、あの、ちょっとすごい悩んでることがあるでいんですけど。いいねうん、あの。 えっと、コ,コロナで結構経営者ハイになってる人が多いような気がするんですけど、うん、コロナハイというか、うん、あのメンバーとの温度感どう合わせるかっていう話についてなんですけど、うん、うちあの、えーまあ、小さな NPO ではあるんですけど10年目で、うん、えっと。 海外に海、国際協力やってるんで、海外に人を送るみたいなのやってるんで、全くできなくなったんですよね。うん、ねなので、売り上げもゼロになったんですよ。うん、本当にで。それどうやって、ね、何かしようって言って、やれ、こう、オンラインで、この、何かやるとか、うんあの、VR 使って社会課題解決みたいなこととかやって、新規事業モードになって、10年前の創業期モードになって、僕自身はめちゃくちゃ生き生きしてるんですけど。ハイ、うん、になってんのね。今めちゃくちゃハイになってると。うんうんで 1>, それ1ヶ月ぐらいはみんなついてきてくれた感じがするんですけどなんかこの緊急事態、これいつまで続くんだみたいな感じにチームがなっているような気がしてその緊急事態モードで経営を引っ張っていくっていうのをどこまで引っ張っていけるのかなっていうのをチーム一丸となってやっていけるっていうその舵取りみたいなところさっき、メロちゃんもあのゴールデンウィークもうそんな感じじゃないからですけどその感じじゃないっていうことがチームにどのぐらいこう,うまく浸透していけるかみたいな話を。 ちなみになんかその今自分の中の感覚、うん、もうちょっと質問を掘りたいんだけど掘ったら渡したいんだけどチャレンジして自分はハイになってて、うん、で周りの人たちは今ついてきてないって思ってるのそれともなんか葛藤してるって見えてるの自分では。葛藤してるあの葛藤、えー、と比較的葛藤も含めてうまく出してチームと一緒になってる感じがするんだけど、うん、疲れてるなっていう感じがして、うん、あと。 僕がこんだけ頑張ってるんだからなんかこうネガティブなこと言っちゃいけないんじゃないかモードみたいな感じになってるような気がして疲れたとか言えない雰囲気があるような気がしてるそこまで自分で気づいてるじゃんそこまで自分で気づいてて今自分はメンタリングにそこまで自分で気づいてて答えは多分さアドバイスはできるけど答えは出ないからそこまで自分で気づいててそれが今だめだと思ってるってことねそれをやってる自分はだめだと思ってる。 いやダミえでもなんかなんか止めたいんだちょっとあとかわあのモードそろそろギア変えなきゃいけないなって感じはしていて変えなきゃいけない自分がトップスピードのままメッセージを変えるのか自分もスローダウンするのかっていうのは結構悩んでるかなっていうのでどういう風にしてるのかって聞いてギア変えたいけどどういう感じでギアを変えたらいいのかなって思ってる人のねありますそんな感じありますはいはいのだ喋りたい人いこうようん。 えちなみにじゃあ、じゃあ、さあ、メラちゃんはさっきもメラちゃんの話あったじゃん。今さ、そのトップスピードでゴールデンウィーク走ろうみたいな、そう、今みたいな葛藤ないわけそのなんか、<ー>私、はいだな、みんな、ちょっと大丈夫みたいな。あ、でもあります、あります。あ,<る>りあります、よかったね。<laughs> <laughs> 一緒です。 メンバー今うち100人ちょっとぐらいなんですけど、うんうん、なんかでもそういうのが好きなタイプ、うん、つまり変化をするっていうことがもう楽しくてしょうがないっていうタイプと、あとやっぱりそうそう、なんか変化するんだったら、なぜ変化するのかちゃんと説明してくれみたいなことを求めるタイプってやっぱり結構いて、それは全然、うん、あ,のある種、守り的な、それも会社にとってすごく大事、うん、全員変化だ、変化だ、変化だって言ったら <laughs>、ボロボロになっちゃうんで、大事なんですけど、でも、唯、え、一、っと、あるのは、なんか誰が言うかはちょっと変えたりしますね。 やっぱり私は結構その前に進めるとか新しいことをやってとか今のまあこういう状況の中でレディー・フができること全部やろうぜみたいなメッセージをやっぱり基本的には伝え続けた方がいいかなと思ってるんですけどでもまあそんなみんな頑張る中だからこういう休みは取ってねみたいなことをまあしようとかに言ってもらったりとか人事にちゃんと言ってもらったりとかっていうことであのまあはし全力で走りながらもまあちょっと休憩できるようにするためにちょっと言う人を変えるとかっていうのはまあやってるか なか逆に言うと今のってさ多分チームでバランスっていうか役割分担できるっていう話じゃんだかさチームでチームの誰かにその今の話してるできてる <laughs>、うん、あできてるあそこ話では役割分担しようようもなってるなってるんだねうんオッケー。じゃあちょっと他に話したい人いたら今みたいな。 あんまないですかケースとして。そうですね。えっとある程度はもうしょうがないことなんじゃないかと思っていて、あの多分今スマニューのその CEO の鈴木健っていう人がいるんですけど、彼はもうものすごくハイになってますね。<laughs> で、いやななってそうなんか、はい。で、えっとただその彼がやったこと初期にやったことの一つがその社内勉強会を開くってことだったんですよ。そのそれまでに集めた情報を取りまとめて。 でそのまあ、報告しますという形で,でそこでやっぱりそのこの問題っていうのは別に2ヶ月3ヶ月の問題じゃないと、うんうん、これはもう下手したらもう何年もかかる問題ですごく長期的な目線で取り組んでいかなければいけない問題なんだっていうことをまあ言い切ってうん、うん、でその多分理解はかなりま進んだというかそれによってちょっとこう意識の変わってきてくれてるメンバーの人も多いんじゃないかなと。 でもなんか、いあっ、ちょっと最後、一言僕喋ってからでいいですか、堀さん。<laughs> なんかあれなんじゃないその今の話自体が、その俺、はいなんだけどとか、もう含めて話せたらいいんだろうね、もうそのメンバー全体に。そしたら一番楽だよね、あこの人今、はいなんだみたいな、<laughs> <laughs> なんか言ってるけど、まあ、しょうがないね、はいなんだからっていうくらいになると、役割分担楽そうですね。じゃあ、堀さん、質問どうぞ。はい あの、今回、コロナでその経営そのものが変わっていく可能性が高いんじゃないかなと思っているわけですが、そのチャンスも生まれてくると、一つだけこれに賭けようと、家事を、エンジンを踏み込んだのか、うん、あるいは変えたのかで、これをやることによって、勝てる可能性があるから、それを変えた、あるいは強化したとて一つあったら教えてほしいんですか。うん、全員に聞きますであとお金いまると思うんですけど。うん ちょっと一人一,言一つずつなんかこれを変えたここにフォーカスしたっていう。 そのコロナのチャンスに変えるあのうちの場合は今まさに先ばれ出てる DX っていうところで、うん、DX ってなんかちょっと今あのバズワード的に使われてるところはあると思うんですけど DX4 つのレイヤーの DX あるかなと思っていてそのうちの一番下と2番目にフォーカスしようとで4つっていうのはインフラの DX つまりサーバーを AWS に乗せようみたいな、うん、えあの VPN で開けて外からあの入れるようにしようみたいなレイヤーと、うん、業務系のあの。 あの、DX、えっ、ー、と、いわゆる SARS とか RPA みたいな、あの生産、業務効率一人の生産性を上げていこうっていうレイヤーと、もう一つはビジネスモデル。多分、ここにいらっしゃる皆さんとかされているようなビジネスモデル全体をデジタルによって再定義していこうっていうのと、R&D の DX。 でえっと、製薬の開発でじゃあコロナのワクチンを半年で開発しようみたいなそのクラウドコンピューティングパワーを使ってとか,か R&D そのものを変えていくっていう中で,でどこに投資が今後一番進んでいくか何を変えるべきかっていうと実はこのみんなビジネスモデルとかイノベーションみたいに言うんだけどインフラのレイヤーとあのこの業務システム特にインフラ実は結構弱いんじゃないかなと思っていて。 えっと、この辺にこに今後、投資が一気に集まっていって、われわれ産業の DX って印刷とか広告とか物流でやってるんですけど、うん、上の方じゃなくて下の、下の、一番プリミティブにすべての会社に当てはまっていくような領域の、うんえー、サービスを標準化して、効率化して、ローコストで提供していくって、ここに今、フォーカスをしていますなるほどね、だからもう本当に深いところに投資するてとか、じゃ浜ちゃんも一つくらいある あまりこれをすごく変えたっていうものはなくて、うんうん、どちらかというとそれまで結構あの、まあ、正面からというか、うんまあ、会社のミッションとして、うん、まセットしている良質な情報を届けるっていうこのミッションへの取り組みをもっと頑張っていくということが実際に、まあ、インパクトも生み出せるということを確認した。 っていう感じですか、ね、あの変化なか、はい、今までやってたことが、まあはい、間違ってない,てい間違ってないとすればいいなと確認したってうことですね。う最初にコロナの話を始めるタイミングで、まあ、ある方にそのこういう、まあ、非常時みたいなものって今まで開かなかった扉が開く。 っていうことを言われたんでですよねでじゃあ今までたあ私たちが狙いたかったけど開かなかった扉って何だろうっていうのを結構考えてどこにフォーカスしてどこは自分たちが絶対にやらなきゃいけないかっていうことを結構意識しましたでクラウドファンディングってその一時的なお金集めでもあるんですけど、うん、私たちの捉え方としてはやっぱり長期的に支援者とかファンの人たちとコミュニティを作っていくっていうことだと思っているので、うんまあ、そういうことを本当はやってもらいたいようなところっていうのがどういうところであり今までこの、まあ、いわゆる でこ結構、えー、と意思決定に時間かかっていたようなところっていうののどこを開けるといいんだろうっていうのを、うん、まあこれを機にあの、えー、加速させようっていうふうには思いました。うん、なるほど、オッケーです。ありがとうございます。じゃあちょっと他にも行きましょうか。今オンラインからもメッセンジャーの方も、ね。なかなか難しいよね。<laughs> <laughs> <laughs> モデレーター難しいよね <laughs> え。えちょっと待って、ああ本当は来てますね。あじゃあオンラインからも聞きますね。えっとあビンちゃんからですね。 あこれ、多分さっきのあの質問に絡んでますね、経営者がハイにな,なる一方で、社内のメンバーをフォローアップしているのは誰、またどんな仕組みが、例えば保健室の先生的な人がいるのか、フォローアップするコミュニケーションの仕組みを、まあ、積極的に増やしたのかっていう、どちらかと,とさっきのあのこんちゃんがしてくれた、そのまあ、ハイになっていくとことの組織とのギャップ、結構みんな抱えてるんでしょうね、に対して具体的にこんなことをやってるよっていう、具体策が知りたいということですけど、誰か答えられる方いますか 結構役割経営で役割分担するっていうのがうちがやってることではないますか。か、えっとまあ、ハード面とソフト面みたいな役割分担が一応そのいわゆるその人事的なあの組織とあとさっきご紹介したカルチャーって、まあ、呼んでる組織とでそれぞれになっていて。うん、で前者はもう まあ、そのある中の,なんていうの、まあ、対策委員会のような位置づけで、えー、じゃあその東京のオフィスのポリシーをどういうふうに、うんえー、変えていくかみたいなことをちゃんと粛々と決めてで共有していくという感じなんですけど後者、まあの,のカルチャーという組織の方はどういうふうに、えーまあ、その一体感を社内で、まあ、作り出すかというミッションなので。 えー、例えば全社、まあ、集会の例もご説明しましたけどそれ以外にも、えー、と今各、まあ、ディビジョンその部署ですね、うん、まあ部署で、うん、まあ誰がどんなことをやっているのかっていうのを、まあ、1時間、うん、1> あの喋りまくってもらうみたいな、うん、まあそういう,こうあのボランティアベースの社内イベントみたいなものをこう同時多発的に、うん、まあ実施したりとかして、うんね、で相互理解のまあ タッチポイントみたいなものをなるべく作り出すということはやってます、ねうん。う私はサーベイを、ね、頻繁に取ってましたね、週1でサーベイをって、全体としての温度感どこに、どっちに向いてるかっていうのと、ピンポイントにアラート上がってる人をサーベイで発掘して、それをワンオンワンであの人事サイトつ潰していくっていう。えー、週1って多いね あのやっぱり変化が起きた今は2週に1回なんですけど<ー>変化が起きてフルリモートになってるんで見えないんで,あ<ー>でそこはあのー、ちょっと、えー、たいあの包括的に全体見えるような形取ろうっていうのでやってたのとあとはあのー、さっきの変、あのー リーダーダ変化を起こす部分と既存のランをするチームを完全に分けて、うん、ランのチームは結構そのテンション高い人たちだけで集めてこっちでやる。やっぱりここの温度を全体あの温度を分け,分けちゃうっていうのをやってましたね。うん、でも確かになんかにその こうテンション上がってる人にが、なんか俺も超ハイなのに頑張って抑えるってまあ無理だもんね、根本的に <laughs>、むっちゃ我慢してるけど高いから、まあそれはむしろ役割分担、ね、した方が早いっていうことですよね。他にいかがでしたか、質問もしくはこんなこと悩んでる話してみたいでもいいですけど、あ、意外と出ないですかね、じゃちょっと俺がさっき、このちゃんのぶつ込んだせいで怖くなっちゃったかもしれないま <laughs> あメッセンジャー、ありがとうございます。あ、あいいい、ですねえっと、 <laughs> これ、むずいよ結構 <laughs> 3, 3問来てます、うん、あ3問も来てますじゃあ1個目いきますねああ津川さんからですね、えっとまあ、コロナのワクチンができて、えっとまあ、元通りになるかもしれないけど、まあ、3年くらいこの状態が続く可能性もあるとだからこのコロナのけ中での経営においてどういう前提を置いて経営をしているのかと、まあ、長く続く前提なのかもっと変えるのかそれとも両方想定しているのかっていうのが1個目の質問ですね。 もう1個言っちゃいますね、1つ目がその質問ですね。えっとまあ、一方、世の中、まあ、みんな変化してるけど、一方、世の中では、まあ、そもそも経営あの変化ができない経営者もあの多いし、まあ、資金がなくなる中というところで、まあ、僕らリーダー自身、こうやって変化をしてきたリーダー自身がどういうことを世の中に発信したらいいん,じゃないいいんだろうかということを質問いただいてますね。で、えっと、3つ目ですね、あのプライベートとのバランスです。 ね、その子育てとか、まあ、仕事大変な中でとかそのいろんなものがある中でっていうところで、まあ、どういうことを考えながらあの経,営あの経営というかその仕事をしたかっていうその3点ですねちょっと全部3人に答えると時間なくなっちゃうんで答えれそうなやつをじゃあ、えっと、ハンマーちゃんから選んでもらっていプライベート面で、うん、えとやっぱりそのコロナが問題として続いてると、うん、やっぱり影響を受けちゃうっていうか。 うん、まあそれまでと比べるとどうしても、うん、あの家にいる時の,あの精神的な,なんかまあ安心感のようなものも下がっちゃうじゃないですか、うんうん、それで、えー、と僕はあのー、特になんだろうな、まあ、例えばその外食で、うん、え好きなものを食べていたのがもう食べ,れ、うん、食べられなくなったという時に、うんえー、まあ いわゆるそのコロナ太りみたいなものをかえって、うん、まあしちゃう可能性もあったわけなんですけどあえてちょっと逆に振ってみようと思って<い>、えー、家にあのオートミールっていう煙幕、はいまあ、で作った、はい、あのまあ 食品ですねこれを大量に備蓄してそれだけを食べるようにしようと思ってもう聞くりしたソリューションですね最高ですね本当にそのオートミール生活を続けたらむしろ体重2キロ減って痩せてたんですねあとすごくんか精神的にもゆとりができてきてなるほどねつまりなんていうのかなそのつまりつまりが聞きたいつまり何なんでしょうかそれはつまりでいくと うん、<laughs> つまりオートミール買えと <laughs>、はい。いや、結構、あの食っていろいろおいしいものを食べてストレス解消というかおい、まあ、しいものを食べることこそが楽しみみたいなあ捉えられ方を、まあ、すると思うんですけどしてると思うんですけど、うん、意外とあのもう慣れてしまえば満足レベルが下がったとしてもそんななに困らいいっていう、うん、つまりはそういうことですね。 まあでも、なんか要はあの美味しいものどんどん食べて、でもこれちょっとコロナの中でもありますよ、ねはい、今さ、うん、経済ってどっちかっていうと、より多くのもの、よりいいものを得るそっていうのが根底だったけど、コロナ禍でむしろ今まであった当たり前のとかに気付くっていうのは重要な話で、はい、いったときに、食のその、まあ、味のクオリティは落ちたけど、別にそれも気にならないし、幸せだったよっていう。うん すごいいい感じで戻とませんでした。まあね、まあね、見方を変えたっていうことですね。はいうん、ありがとうございます。<laughs> じゃ、あ安金どれかい。じゃあ,僕あの菅川さんの方で、うん、えっと、なんかこのコロナって、えっと、その生命の危機っていうのと。経済の危機って、二つの、あのコロナの続き方があると思ってて。まず、うんうん、あの生命の危機の、その感染リスクみたいなのは、ちょっと、あのワクチンが広まるまで続くと思うんで。うん、で、もう、これはもう、リモートワークを前提に会社を作っていこうっていうので、うん、オフィスも。 さハコベルってあの事業やってる、うん、あそこ解約したんですね。<ー>でこれでもう年間5000万浮いたっていう<ー>でえっともう基本的エンジニアの生産性がえっと三十パーセントから三十パーセントぐらいリフルリモートになって上がったんですね。ね開発のベースキーがで、ね、あのあこっちの方がいいじゃんとで一方でその <laughs> 1> 週1かにはやっぱり合わないと、うん、その一体感であったりあの目的型であの目的のないような、うん、あの9割会話無駄なんだけど1割なんかアイディアが浮かんでそこから前に進むみたいなのが完全になくなっちゃうとこれ動かないなっていうので、うん、1> まあ週1週2ぐらいの勤務を前,、うん、前提に、えっと、新しい働き方をしていく、うん、ような形にもうあのそもそもこれは5年10年続けていくっていう前提で、うん、えっと変化作っているのと、うんうん 経済の方で言うと、うん、まあ、我々、あの、ボトムオシャンに言った通り、結構売上影響ありました。あの、イベントがなくなってとか、旅館が、あのー。 もうチラシもも名刺もすらででななくなったんでで、えっと、その中で固定費と変動費ってやっぱりすごい、えー、大きなあの差分だなと思ってて、うん、あのとにかく固定費を下げないで投資はすあの変動費を中心に、えっと、投資をしていくっていうこの,あの筋肉質っていった時に、えっと、コストって言った時に2つの差分 2A のコストと 1A のコスト戻せるものと戻せないものがあって戻せるものに関してはあの状況を見ながらどん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 踏んでいくなんで、えっとまあ、5月6月からすごい戻ってきたんで今踏み始めてるんですけどこのェイのコストを、えっと、増やしちゃうと、えー、万が一この経済ショックが長引いたりした時に戻していけなくなるんでここが結構今あのテーマとしてはその、えー、経営としてはあの、えー、意識しているところです。 まあ逆に言うと前提としてはだからそのまあ命も経済もある種、ネガティブな状況が最悪長期化するっていうことをまあ置いてるよね、前提としては。前提としては置きながらやってるのがちょうどいいっていう感覚でやってるって感じですね。じゃあ、メラちゃん、最後のあ最後の1個話してないやつですね。今ってこの3人は変化の中で、変化の中で自分も変化させてきてるけど世の中の経営者そんなみんな簡単に変化できないぞという中でなんかこうどういうことを。 僕たちというかそのアンダーフォーディも含めて世の中に発信していった方がいいのかとかなんかこううん。 もしどメラちゃんが伝えたいメッセージをしゃべろ。ありがとうございます。<laughs> アンダーボディーと違うごめん言って。私あの今ちょっと聞いてて、シオタさんに聞きたいなと結構思ったんですけど、あのー、さっきのまあ、さえっとこのままコロナ禍が続くっていう前提において、私もオフィスどうしようかって結構思っていて、あうん、であのー、かなり大きいスペースを10月に作ってしまったっていうことがあ, <laughs> あ,ありまして、でまあちょっと解約したいなという感じもしてるんだけど、大体。 どれぐらいいまでの、うんまああの縮小しよううかなってそれはどういう、まあ、みんなの働き方だったりとか、うん、で今のところこの4ヶ月ぐらいやってみてそんなに合うっていうことがなんか重要じゃない感じになって、うん、あの今日ちょっとあってすごいいいなと思ったんですけど、うん、<laughs> あのベース重要じゃないなってなっていて。うんなんか 極端に振ると例えばですけどオフィスめちゃめちゃ小さくして1か月に1回帝国ホテルとかでめちゃくちゃ豪華にやるとかもなんか手なんじゃないかなぐらいに思っていてなんかその会うとかリアルとかっていうところの翔田さん、すごい大事にされてると思うのでどう思うかどう思いますし助言を行きたいなと思いますんか喋れますねうち、赤きのメンバーはリアルで会うの大事なんですけど何のために会うのかっていうのを潜ろうっていうフェーズなんですね。 だからその結局さっきの価値観が変わっていくときって正解が変わるから、まあ、あのそもそも集まる必要がない中でそれでも集まりたい理由何っていうのを経営陣で深掘っ,ってるんですね、今だそれによって答えが全部変わると思うんですけどあのただ、えっと、みんなのなんとなくの話だとどっちかっていうと東京である人もなくなってくるからむしろ自然のいろんな場所にオフィスみたいなやつ借りて好きなところでそこで集まって。 みんなでその、まあ、だから集まる理由ってみんながより心としてつながるっていうのがテーマだからそれに最適化する何か場所づくりにした方がいいんじゃないっていう話とかは出てるし、まあ、うちもオフィス代結構高いんでまあ ちょっとあんなに気合い入れで作ったのにどうしようって感じですけど、<laughs> 内装スどうしようって感じですけど、まあでも、いらないものはいらないですよね、必要ないんで、それを捨ててはいいかなと思ってます。じゃあ、最後、ちょっとあと1分くらいなんで、お三方、ちょっと1人、一と言いけるかな、じゃあ、喋りたい方、手を挙げていただいて、なんか最後にまとめ的に、の今日この1時間話してみて、自分が感じたことでもいいし、こういうの最後伝えたいとか、みんなに喋っておきたいっていうのを、誰かもう立候補できましょう、これは。 あ、ありますね。さすが。<laughs> あの私ここにいらっしゃる皆さんの中で結構一緒に今回のコロナ禍でプロジェクトやらせていただいた方々多くて、うん、いや私は一緒にあのまさに皆さんのリーダーシップを、まあ、横で感じながらあのすごく勉強になりでますで他にも多分いろいろこれからもコロナ禍の中でいろんな実験をしていくだろうなと思うのでぜひ、うん、一緒にできたらいいなと思うのでぜひ声かけてください,いす、はい、みんなで一緒にいろいろやっていきましょうということですねなんかあいい大丈夫ですか2人ともどうしても言いたかったらいいですか いいんですねはいじゃあそういうことでちょうど時間バッチリですねこれ素晴らしいありがとうございました。